どうも皆さんこんにちは。ミステリー作家の七尾よしです。はい。今日もね、新作映画のレビューをしたいと思いますね。日本映画。昨日何食べたなんですけど、こちらドラマ化された作品なので、まあ、皆さんもね、ご存知だと思いますけど、原作は吉永文さんの人気漫画です。なんと累計発行部数815万部を超えるというのだ。すごくない？ 815 万部を超える。いや、その印税収入だったら、昨日何食べたって聞かれたら、いや、デニーズの一番いいハンバーグステーキセット2人前くらい余裕なんじゃないでしょうか。このね、昨日何食べた、僕ね、テレビドラマ1回だけ見たことがあるんですよ。何気なくね、見たんですけど、本当なんですかね、このゆるいテンポで、ほっこりな感じ。でもちゃんと面白いし、飯テロなドラマでしたよね。続けて見てないけど、その時はね、あ、これ面白いドラマだなーと思ってたんですよ。で、いつか機会があったら全部見たいなーなんてね、そんな感じだったんですよね。で、このタイミングで映画化されて、まあ、しばらくこう映画館の予告編で流されていて気になっていたんですよ。この日ね、月曜日だったんですけど、2本映画を見る予定だったんだけど、2本見終わってこう上映のタイミングはね、ちょうどこうぴったりだったんで、ついでに3本目としてね、鑑賞した次第なんですね。この日はもうすでにレビューが上がってますけど、アンテベラムとエターナルズを見たんだけど、実はね、この昨日何食べたがね、この3本の中でね、ダントツで一番楽しめました。はい。というわけで、簡単にね、ストーリーの方ざっくりと紹介したいと思います。主人公はダブルお二人、ご存知、シロさんとケンジです。西島秀俊さん演じるシロさんは、町の小さな法律事務所で働く雇われ弁護士さんなんですね。町とはいえ、これ都内にあるのかな？どうなんですかね。ちょっと僕よくわからないんですけど、なんか東京都内という感じ、都心ではない、な、外れの方だと思うんですけどね。彼は仕事より自分の時間を大切にするタイプなのかな。まだちょっとドラマ見てないんで、よくわからないんですけど、映画を見た感じ、なんかこう仕事よりも自分のこうプライベートを優先するタイプなのかなと思いました。そして、内野聖陽さん演じるケンジ。まあ、彼はね、美容師さんなんですね。雇われ美容師さんです。この2人は同性のカップルで同じマンションで2人暮らしをしています。そんな2人が食卓を挟みながら取る夕食の時間は、もうとてもね、幸せそう&美味しそうなんですね。この食卓を囲んで日々の出来事やそれぞれの思いを語り合う大切なひとときを過ごしている。そんなある日、シロさんはケンジの誕生日プレゼントとして京都旅行に行こうぜって提案するんですよ。ケンジにとって彼氏との京都旅行は乙女の憧れなんですね。もうそりゃ大はしゃぎで、2人は旅行をね、満喫するわけなんですけども、その旅行中にシロさんからかなりショックな話を切り出されちゃうんですよ。ドラマ版ではケンジはシロさんの実家で彼の両親に会っているみたいなんですけど、お母さんがね、シロさんのお母さんがね、まあ、もちろん、いい人だし、ケンジのことはね、まあ男性とはいえ受け入れようとは思っているんだけど、やっぱり男性同性愛ってことでショックが大きすぎて体調を崩してしまったというわけなんですよ。だから今年の年末年始はケンジを実家に連れていけないと、お母さんショックを受けてまた寝込んじゃうからねっていうことで、まあそれを伝えるわけですけど、やっぱりね、ケンジからすればショックですよね。そんなことがあって、2人はお互いに心の内を伝えることができなくなってしまうんですよね。かわいちょ。そんなある日、シロさんは商店街を仲良く歩くケンジとイケメンの青年の姿を目にしてしまうんですよ。お、なんだこの怪しい2人は。いや、まさか俺が嫉妬？こうざわつくシロさんだったけど、最近ケンジは何かしら秘密を抱えている様子なんですよ。最初はね、浮気かなって疑ったんだけど、どうもそれだけでは終わらない予感がします。シロさんはそのイケメン青年が誰なのか、ケンジに聞くことすらできません。さらにシロさんの
以前のね元彼だったのかな、小日向さんっていう人がいるんですけど、でその小日向さんが現在付き合っている、ジルベールこと渡るくんがねいなくなってしまったってこう小日向さんから相談を受けるんですよね。まあそんなこんなで彼らの穏やかな一日が一変してしまいます。さあシロさんとケンジは以前のような平凡でゆったりとした日常を取り戻すことができるんでしょうかみたいなね、そんなお話になっていました。はい、じゃあね、これから詳しくレビューしていくわけなんですけども、その前に映画の評価額をつけたいと思います。大人の映画鑑賞料金1800円に対してこの映画にならいくらまで出せるかということで評価額をつけていきましょう。映画劇場版昨日何食べた、評価額はズバリ1300円、終作です。はい、いやねこれね思った以上に良かったですよ。予告編では同性愛カップルのいわゆる LGBT 問題が深刻になっていくのかなとちょっと嫌な予感がしておりました。だってもうこの手のポリコレものっていうんですかね、さすがに食傷気味ですもんね。まあ、こういったこう同性愛カップルの問題といえば、まあ、例えば子供が持てないとか相手の実家の両親の理解が得られないとかね、あと世間の風当たりとか偏見とか、まあ、確かに本作もそういったエピソードががっつりと描かれていましたよ。でもね不思議なことになんかね思ったよりそれが鼻につかなかったんですよね。でなんでだろうって考えたんですけど、やっぱり主演2人の魅力に尽きるのかなと思いました。いや本当いいんですよね。2人は僕ともうほぼ同年代のアラフィフのおじさんということになるんですけど、まあ僕との大きな違いはね、まあ彼ら2人は思いっきりイケメンのイケおじですけどね、まあ、ゆったりとこう2人の落ち着いた雰囲気とか空気感距離感がたまらなくいいんですよ。西島秀俊さん演じるシロさんなんて真犯人フラグの主人公凌介とほぼ同じじゃないですか、このキャラね。えだから彼はいつも通りの西島秀俊さんなんですけど、この映画の成功は何といっても内野聖陽さん演じるケンジにあると思いますね。いやもう本当にすごい役者さんですよね。ヤクザの親分演じたと思ったらこんなコミカルで乙女チックなゲイのおっさんなんかを演じてるわけですよ。いやこれがまたね本当に可愛いんですよ。本当乙女チックっていうかこうまあチャーミングな笑顔を見せたりしてなかなかねこう魅力的なんですよね。表情がいいんだ。まあ、映画だからどうしても LGBT の部分をね問題を掘り下げて2人の関係を描いていかないと2時間の尺を持たせられないっていうのはね分かってはいるんだけど、まあ、この映画に関してはですねもうちょっと役者さんの力を信用してあげようよって思いましたね。こんなことしなくてもねもうゆったりとした2人のほっこりとした日常を描いてくれるだけでね十分に楽しめると思いましたよ。もう何ですかこの2人のどこまでが演技でどこまでがアドリブなのかよくわからないこのイチャつきぶりもうこれね見ているだけで本当楽しいんですよね。いや1時間ぐらいそれやっててもらっていいよみたいなねもうそんなクオリティなんですよ。そしてもう一つ主人公がいますね。それはお料理です。別にねこう高い食材を使ってるわけじゃなく、庶民的で簡単なレシピ簡単に作れる料理の数々がねまた美味しそうなんですよね。いやドラマの時も思ったけど映画でもねもう本当飯テロでしたよ。で僕ねこの映画東方シネマズ日比谷で鑑賞したんですけどもうその帰りお腹が空いちゃって有楽町駅の交通会館地下のとんかつ屋に駆け込んでしまいましたね。いや美味しかった。あそこのとんかつ屋さんね値段もお安いお得だし、とんかつ定食1000円で食べたんですけど、いやご飯もおかわりできるしねとんかつすごく美味しいんですよ。安いしね一度皆さん行ってみてください。
で、これね、ドラマね、本作ドラマはね、一回しか見たことがないんだけど、で、映画の方なんですが、フィルマークスの評価がめちゃくちゃ高いんですよ。さっき確認したら星 4.2 ですから、まあ、これは明らかにドラマファンの人たちも、大満足できたんじゃないかと思いますね。今年の映画の中でも評価かなり高い方なんじゃないでしょうかね。以前レビューした、先日レビューした、そしてバトンは渡されたでもそうだったんだけど、この映画も一人も悪い人が出てこないんですよ。もう出てくる人たち全員いい人たちばかりなんですよね。まあそういう意味では、実はね、この映画、ドラマ、リアルなようで、まあ若干ファンタジーだと思うんですけど、それでもね、見ていて気持ちのいい世界観を堪能させてくれます。彼らのような人たちが身近にいたら楽しいというか幸せだろうなって思わされますね。なんかムカつく女と一緒にいるよりね、ケンジさんとかシロさんと一緒にいた方が、別に恋愛とか関係なくね、一緒に住んでた方がなんか楽しいような気がしますよ。なんか料理も上手だからね。僕もアラフィフなので彼らの生き方には共感することが大きかったです。もうこの年になるとね、争い事とかやっぱり嫌だし、まあゆったりね、まったり行きたいですよ。もう他人とね、まあ、競争するのももう嫌だしね、もう恋愛ですら面倒に思えてしまう年頃なんですよ。まあそれでもそれなりに生きていればトラブルや問題に見舞われます。特に彼らのような同性愛カップルにとって、もう年齢的にも今後の生き方を真剣に見据えなければならないタイミングかもしれませんよね。まあ、例えば親の介護なんかも視野に入るし、まあ、自分自身ね、自分たちだって老後に差し掛かるわけですよ。お金の問題とかいろいろありますよ。健康の問題、お金の問題とかね、いろんな問題、あとやっぱり親の問題っていうのもありますからね。まあ、何にしてもポリコレというか LGBT の部分が、演出が鼻につかないのがね、これが本当良かったですね。この手の作品にありがちな押し付けがましさとかいやらしさがないんですよ。作り手も観客も温かい目で2人を見守って応援してやれるような、まあ、そんなね、素敵な映画だったと思います。ただ何を言えば、ちょっと上映時間が、長めだったかな。これね、上映時間120分ちょうどなんですけど、少しね、終盤はだれ気味かな、くどいなと思いましたね。もう10分、15分ぐらい削ってもよかったんじゃないかな。まあ、それでも会場からは、ほっこりとした笑いが、もうずっと絶えなく広がっていたし、僕自身もですね、笑い声を上げてしまうシーンがね、結構ありましたね。シナリオもきっと良かったと思うんですけど、本作はやっぱり役者さんの力ですかね。あとこうスピッツのね、エンディングの楽曲もね、とても良かったですよ。ただですね、この映画ね、まあ僕らアラフォー以上だと思いますね。本当の意味で楽しめるのはアラフォー半ば以降じゃないですかね。20代って30代前半ぐらいまでちょっと若い子たちだと、まあちょっと刺激がないからね、この映画。刺激らしい刺激がないんで、ちょっとね、いい映画だなと思うかもしれないし、ほっこりはできるかもしれないけど、ちょっと退屈に感じてしまうかもしれないですね。やっぱりどちらかというと、年配向けの映画。僕たち世代か、もしくは僕たちの両親ですよね。もし自分の息子がこうだったらどうだろうみたいな風に、共感できる親御さん、まあ僕ぐらいもう70代80代の年配の方たちが見たら、それなりに楽しめるんじゃないかなと思いますね。若い人たちはどうかなってちょっとね、若い人たちの感想を聞きたいというか、若い人たち、この昨日何食べたってドラマ見てるんですかね。20代30代の人たちってこのドラマ見てやっぱり面白い、まあつまらないとは思わないと思うんですけど、どう感じるんですかね。映画までは見たいとは思わないのかな。いやー、なんかね、やっぱり僕もこの年齢になって、まあもう本当にもう完全に人生終盤に向かってるわけじゃないですか。僕もね、やっぱりこうそんなね、大それた幸せは求めないんですけど、ほっこりとね、ゆったりほっこり楽しめる人生
送りたいなーって、余生送りたいなーって思いますね。もう争い事とかはちょっときついし、はい、そんな感じですかね。以上、ミステリー作家の七尾石でした。それでは皆さん、ごきげんよう。